ばんは。こんばんは。なんかもうちょっとなんか早めにやろうと思ってたけど、気づいたらこんな時間になってました。気づいたらもう7時っていう時間になってしまってました。こんばんは。あ、2周年のタワーが、ありがたわ、ありがとうございます。ありがとうございます。タワー、タワー、クマも飛んできてた。クマ、クマ、ありがとうございます。そう、今日はね、S 公演の有観客公演初日だったんですけど、そう、私は11日に出ます。楽しみ。この間レッスンもしてきて、たくさん練習したので頑張りたいと思います。かわいいだって。ありがとうございます。かわいいのに2周年おめ、ありがとうございます。ありがとう。2周年、こんばんは。寒いわ、今日めっちゃ寒い。昼間あったかったのに寒いです。今日はあの指輪のサイズを測った。全部の両手の親指、中指、人差し指、親指、人差し指、中指、薬指、小指、全部のなんか測れるなんかこういうやつがあって、なんかママの車の中にずっと入ってたって言ってなんか全部測れるサイズのやつがあるんですけど、全部測った。そう、なんか私指輪が欲しくて、その人差し指につける指輪を今探してて、そう、それで欲しいなと思うんですけど、いつもサイズが合わないんですよ。そのいつもなんかファッて外れちゃうから、指がちょっと細めなんで私。そうだからちゃんとしたサイズ測りたいなと思ってた時に、ママがこれ持ってるからやりなよって言ってくれて、そう、今日全部お昼ご飯食べる前にこうやってめっちゃ、あ、きついとか言いながら測ってました。でもなんか右手の方が全体的に大きい、大きいっていうかなんか、うん、数字が大きい。あ、2周年ありがとうございます。ギフトありがとうございます。うん、右手は利き手です。そう、だから利き手の方が大きいんじゃないってお父さんに言われた。わかんないけど。わかんないけど。こんばんは。あ、2周年また来てる。ありがとうございます。2周年おめでとうって。に、あ、また2周年おめでとうが来てる。ありがとうございます。に、
そう、なんか肉まんみたい、肉まんとあんまんみたいなやつ。ピザまんも来てる、ありがとう。あと花束、かわいいやつ、ありがとうございます。あ、もう一個肉まん来てる。最近ピザまん食べてないんだよね。食べたい。ゆずぽはママにパパに、どっちも言われます。どっちも言われる。でも髪切ってから余計ママに似てるねって言われるようになりました。ママも短いんですけど、私ぐらい、同じぐらい、ゆずよりちょっと短いぐらい。あ、2周年のギフトがまた来てる、ありがとうございます。ありがとう。指が長いよね。そう、めっちゃなんか手たれいけるよってめっちゃ言われる。手たれいける、これ。確かに指は長いかも。手大きいんですよね、私。あ、2周年また来てる、ありがとうございます。ギフトありがとう。誰目指すわ。お、また2周年に、ありがとうございます。ハートだ、ハート、ありがとうございます。ハート。下はジャージ、なんでわかったんや。当たり、下ジャージ履いてます、今寒いから。ジャージ履いてるよ。だって寒いもん。なんかでも家帰って寒い寒い言ってると着替えればいいじゃんって言われるんですよ。でもなんかパジャマでご飯は食べたくないから、夜ご飯とかは。だから私配信しなきゃいけないから、まず私服でこうやって服着てるように見せといて、下はパジャマとかそういうのは結構多いです。上だけみたいな、見える分だけでいいかみたいなところある。バラだ、バラ、ありがとうございます。ありがとう。20年もう一個来てる、ありがとうございます。に、ありがとうございます。ありがとう。前髪切った、来てないです。ねえ、いつ切ったっけな、前髪忘れちゃったけど、まだそんな経ってないかな、忘れちゃった。10月の真ん中ぐらいかな、切ったの。どうだろう、まだ覚えてないです。もう忘れちゃった。あ、2周年おめでとうがもう一個来ました、ありがとうございます。に、わらわら。にににに、2周年ありがとうございます。2、晩ご飯食べた、食べてないです。今ね、私家で一人なんだよね。妹とお母さん習い事で、お父さんなんか用事があって出て行っちゃった、お家だから一人なの。でも一人って言っても自分の部屋に引きこもってるだけなんだけど、私自分の部屋マジで好きで、なんかもう何でもあるじゃないですか、自分の部屋って。そう、何でもできちゃうからさ、やっぱ一番自分の部屋が好き。あ、また来た、2周年ありがとうございます。猫、
何習ってるの？ほんとね、妹今は今日は体操です。あの体操なんて言うんだ、なんて言ったらいい、あのバク転とかそういう感じのやつ。今日は何食べたい気分？うんとね、オムライス。絶対ないけどオムライス食べた。オムライスとそばと、うん、あとネギトロ巻きが食べたい今。あとはうどんとラーメンと、ラーメンお昼食べたんですけどあとは何がいいかな、焼肉、しゃぶしゃぶ、あとはうん、ウニとかカニが食べたい。あ、また2周年ありがとうございます。2今からしゃぶしゃぶ食べてくる。いいなぁ、いいなぁ。最近あのセブンのネギトロ巻きにハマってるんですよ。なんか塩おにぎりがなかった時によく食べるんですけど、そう最近3日間連続ぐらい食べてた、そのネギトロ巻きを。美味しすぎて。だから皆さんもぜひ食べてみてください。マジで美味しいんですよね。セブンのネギトロ巻き美味しいの。おすすめだよ。そう、家でさ、私お米食べないから格別に美味しく感じる。なんかもう外でお米食べると、美味しい。なんか白米食べたいね。なんかすごい有名な白米食べたい。全然知らないけど。白米っていいね。食べたいな。なんか私白米っていうかご飯の中になんか麦ご飯とかそんなに好きじゃないんですよ。赤飯とか五目ご飯は好き。そういうなんかあんまり入れてほしくないんですけど、なんか私の家入れるんですよそういうので。お父さんとかよく会社行く時に自分でおにぎりを作って持ってってるんですけど、その時ご飯炊くんですよ。だけど麦ご飯とかなんか赤米みたいなやつ、あなんかよくわかんないやつを入れてるから、私なんかあんまり好きじゃなくて、そうだから食べてる。栗ご飯苦手。そうだからね、白米が一番好きなんですけど、白米あんまりお家で食べてないです。外外食とかするときは食べるけど、そりゃそうだけど、
スーパーご飯炊いたことある？いやー、それは舐めてますよ、私のこと。炊いたことあるよ、私。だって舐めてますね、私のこと。ひどいですねありますよ、ご飯だって。ご飯ぐらい小学5年生ぐらいからやってますから、私。ひどい私だってね、ご飯ぐらい炊いたことあるんよ。もうプロですから任せなさい、私に。ご飯はそれしかできないけど。もうプロってるんでね、私。もうプロって呼んでいただいていや、ご飯ぐらい炊けないとね、やばい、生きていけないよ。もう洗濯とかのやり方知らない。洗剤で洗ったりしない？え、そういう人いる？逆に。それはもうやばいよ。洗剤で洗う人いるんですか？お米はなんだと思っているの？ひどいな。シンプルにまずそう、洗剤で洗ったご飯って食べれないかもしれないけど。なんか昔ゆずあみ vs 我らっていうのがあって、そのショールームとかでやってたんですけど、なんか矢作の家でやったんですよ、その対決みたいなので。なんか矢作の家行かせてもらった時に、もう部屋がなんか散らかりすぎて、なんかとりあえずベッドになんか物が積まれてて、どんどんどんもうこうどんどん積まれてて、でなんか電子レンジかなんか、なんだっけ、電子レンジかな、炊飯器かなんか、もう床に置いてあって、なんじゃこりゃと思ってだからすごい覚えてますね、印象が強すぎて。すごい覚えてる。なんか床になんだっけな、電子レンジか炊飯器かなんかなんかの家電が置いてあって、これはないだろうってすごく思った。でも炊飯器直置きって大丈夫なの？普通に考えて。部屋にテレビある？私の家ですか？私の家、寝室とリビングに1個ずつあります、テレビ。かっこ寝室はほぼつけない。ゆずぽの部屋は綺麗そう。いや、めっちゃ綺麗だよ。なんか一回マジで物が多すぎて断捨離したんですよ。そう、めちゃめちゃ捨てて物を。でも物少なくすれば、まあ、綺麗になるじゃないですか。そうだから一回全部いらないって思ったものとかもう迷ったら捨てて、そう、少なくした。自分の部屋にテレビないんだ。だって見ないですもん、私テレビ。見ないもん。見たいものは別に一人でいるときにリビングで見ればいいから。見ない。私なんか最近テレビより YouTube になってきてるので、テレビそんなに見ないですね。YouTube か Hulu かな。どういうか。Amazon プライムとか。めっちゃ犬泣くじゃん。その昔犬嫌いだったんだよね、こうやって泣いてくるから。すごい苦手だったんですよ。
私が引っ越してきた時からいるからさ、ここの今鳴いてる犬めっちゃ怖かった。そう、大型犬なんですよ。今は別になんとも思わないけどめっちゃ怖い。昔からいる。今は怖くないよ。そう、ご近所さんね、犬多いんですよね。すごい、めっちゃ犬多いの。そこら中にいる犬。初見の方がありがとうございます。 SK48 チーム S、 こっちか、こっちか。 S の石黒ゆずきです。次覚えてください。面白い印象に残りましたって、嬉しい。面白いんだ私。やった。スポーツテストいい順位にいるね。頑張ってます。次がラストですか。ぜひ最後も見てください。初めて来た。あ、本当だ。ありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒月です。覚えてください。ありがとうございます。すごい泣いてますね。何があったんだろう。鬼滅見に行った。私鬼滅 見てないんだよね。わかんない。でも漫画はある。貸してくれたいとこが。けどなんかハマりそうって思ったけど、まだ一巻も読めてない。半分ぐらい、半分もいってないぐらいしかまだ読んでないです。ちょっと読みます、マジで。いい加減読みます、時間見つけて。そう、なんかハマるって思ったんですよね私。あ、やっぱ私ミーハーなんだなと思ったんですけど、やっぱハマんなかったね。ちょっと鬼滅は。そう、なんかもうね、なんか難しい、漢字が多すぎて。なんか主人公っていうか、そのなんかキャラクターの名前覚えられないし、この人誰みたいなになっちゃうし、なんか一個覚えれば一個忘れるし。そう、禰豆子しか分かんない。禰豆子となんだっけ、炭治郎しか分かんない。あとなんだっけ、それぐらいしか分かんない。私アニメはまず見て育ってきてないので、アイカツぐらい、アイカツとアニメ、何見てたっけ、ドラえもんとコナンぐらい、あとサザエさんとか、それぐらいしか読んだことなくて、読んだことか見たことなくて、そのアニメをなんか見て育ってきてなかったので、そう、わかんないんだよね。でもなんか漫画はなんか少女漫画とかの方がまだ好きかもしんない、もしかしたら。難しいんですよね、ちょっと。そう、あんまりね、プリキュアとかもね、見た記憶がない、そんなに。なんか寝てたその時間まだ。ワンピースとかもギリギリキャラクターの名前わかるぐらいだし、
あれが好きでした。マインちゃんが好きだった。マインちゃんになりたかったの。料理できないけど、そう、マインちゃんが好きで、マインちゃんをめちゃめちゃ見てて家で真似してた私にもそんな可愛い時代あったんだよ。マインちゃんになりたかったの。マインちゃんになりたくてなりたくて、そう真似してたんですよね。ハッピーハッピーハッピーってやってた。私にもそんな可愛い時があったんですよ。あとあれにもなりたかったです。テレビ戦士、天才テレビくんっていうテレビがあって、ちっちゃい子とかが出てる、ちっちゃい子ではないか、小学校中学年とか高学年ぐらいの子とか中学生ぐらいの子が出てる番組があって、そう、それになりたかった。テレビ戦士になりたかった。なれなかったけどなれなかったけど、ね、残念ながら。天才テレビくんは結構見てました。でもあんま覚えてないな、記憶にあんまりないけど。出てない見てた。SK になれたから OK。 まあそうですよね、確かに楽しいです。SK になるには東大に入るより難しそうだから大丈夫。へえー、そうなの。なんかでもさ、8期生とかさ、何に応募したかとかしようと知らなくて、聞いたことないんですよね。なんか倍率とかわかんない、聞いたことないっす。聞いたことないんだが、なんか怖い。妹ちゃんは SK 目指してないの。ないですね嫌だって言ってる。絶対に嫌だって言ってる。無理って言ってました。自分にはできないって言った。そう、妹ちゃんはチアをねやってるからね、チア頑張りたいって言ってるんです。でも私もなんか SK 受かってなかったら普通にめちゃめちゃ勉強して有名な学校とかに行きたいって思ってたから、チアで。だから私が途中で
やめちゃった分妹にはチア頑張ってほしい。私中途半端でやめちゃったから、そう、やっぱりドラゴンのやつ目指すのかな。そっちそういう風じゃないです。もっとなんか競技っぽい感じの。もっとね、なんか大学とかでもある有名なやつです。なんか競技みたいな、あの人乗せたりとか、そういうふう、人投げたりとか、そういうふうです。そっちの方、私もやってたんですけど、人を自分の上に乗せたりとか、そういうふうです。めっちゃ筋肉つくよね。いや私ひょろひょろでした。ひょろひょろだったけど下に人支えてました。あ、2周年のギフトだ、ありがとうございます。チアも強い高校あるよね。そういうとこ行きたかった、行きたかったですね。愛知だと中京とかメイデンとかが有名で、大学とかまで頑張れば淑徳とか南山とか有名ですね、結構。あと名城とか。でも全国で有名なのは、高校だと大阪の箕面自由学園高等学校とか、大学だと文理大学とかがめちゃめちゃ有名で、そう、チアやってる子だったらみんな憧れるぐらい有名です。めちゃめちゃ私の友達も チアで頑張ってる今。でも文理大学のチアは男女混合なんですよ。だからめちゃめちゃ迫力がすごくて、やっぱ男の人が投げた方がそりゃ高さとか出ちゃうから、すごい高いところまで上がるんです、人が軽々。あ、2周年ギフトありがとうございます。こんばんは。持久走は得意ですか？得意じゃないですけど、好きでもないし、でもそこまでめちゃめちゃ多分遅くはない気がする。わかんないけど短距離の方が好きです。短距離の方がすぐ終わるから。2周年おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。私持久力ないんだよね。そうだから持久走ね、多分向いてない。全然向いてないです。すぐ疲れちゃう。すぐヘトヘトになっちゃうんで。
ということは最後どうなるの？それはぜひネロポジを見ていただければよろしくお願いします。あ、2周年のギフトありがとうございます。たくさんに20年。チアやってたら体は超柔らかいの？全然、めちゃめちゃ硬いです。なんかチアやってた時もそんな柔らかい方じゃなかったんですけど、スキー入ってからもうやばい、めちゃめちゃ硬いです。なんか入る直前までやってて、その時はバク転とかもめちゃめちゃ軽々しくできてたし、なんならもう宙返りもできちゃうぐらいだったんですけど、もう今やったらもう大怪我しちゃう。腰とか多分痛めちゃいますね。無理です、多分本当にそれくらい危ないから、ちょっとね、もう無理ですだいぶ無理だいぶ無理です。もう少し練習したらできそうです。いや、私何年やってないと思ってるんですか。もう4年ぐらいやってないんだよ、このバク転とかを。なのにさ、できるわけないじゃないですか、急に。無理ですって。逆立ちとかもできないんですもん、だってもう前はやったのに。ちょっと体壊して絶対どっか痛めちゃう。もうギリ側転まで側転ぐらいしかない。側転で多分精一杯。そう、なんか一回家で逆立ちできるんじゃないみたいなやってみたんですよ。もう体が支えられなかった、手首が痛すぎて。体を支えられなかった、痛すぎて、すぐやめちゃった。こんばん、声出てなかった。こんばんはロンダートとかできてたんですか？え、できてました。ロンダート基本でしたね。ロンダートできないと次進めなかったので、まあロンダート簡単だけど、側転する時に足閉じればいいだけなんで。ロンダートからバク転か、バク転2回連続するか、宙返りするかみたいな、どれやろうと思った時に、とりあえずバク転できるようになりたいなと思って。いつできるようになったっけな、小学5年生ぐらい。私でもめちゃかかりました。小1から習ってて5年ぐらいかかった、できるようになるまで。バク転4年か5年かどっちかだったけど、そう。こんばんは、やっほー。8時になったら終わろう。8時になったら終わります。8時ちょっと過ぎぐらいになったら終わる。でも今日インスタライブしようと思ったんですけど、どうしよう、みんな見てくれる？終わったらショールも終わり。お父さんお医者さん、全然全然。あ、たくさん見るって。じゃあ8時ぐらいまでやった後にちょっとだけインスタライブしよう。最近できてないから。スタライスタライわっしょい。寒い。
わっしょいわっしょい。髪短くなりましたね。そうなんです。もうでも切って半年経ったかな、半年ちょっと経ちました。だいぶでもショート定着してきてるかな。化粧してる？してません。今リップだけ。髪もっと短い時ありました。今ねでもここで後ろ髪はそんなに最近切ってないのであれですね、結構長いかも今。だからこれぐらいだったかな最初切った時。どうだったっけ、顔丸最初結構短かったです。もうなんか髪結べないぐらいだった。本当に髪結べないし、ドライヤーも5分とかで終わってた。その時は。今はもうちょっとかかるけど、でも短かった。もうちょっと短かった時は本当に一瞬。でもなんか今ぐらいが好きなんですよね。なんかいろいろ髪の毛もできるから。まだそんなできないけど、こんばんは、公園帰りです。おお、公園入ってた方おめでとうございます。40人の中の1人、すごおめでとう、おめでとう、おめでとう。ありがとうございますって。どうでしたか？感想聞こう。でも私も11日に出るんですけど、そう楽しみだな、とってもルンルン、楽しみ楽しみ。涙出そうです。まあ確かにそうだよね、久しぶりだもんね。もう何ヶ月ぶりぐらいだろう。結構久しぶりだから、ぜひ皆さん DMM で見てください。もし当たってる方いたらね、ラッキーですね。ラッキーボーイとラッキーガールたち。こんばんは、部活終わりに少しだけ。こんな遅い時間まで部活お疲れ様です。何部なんだろう、運動部かな。私も部活の思い出とかないんですよね、全然行ってなかったから。40人でしたっけ。40人か、すごいな。すごい、どれぐらいなんだろうね、倍率とか。どれぐらいなんだろう、結構多いんかな。やっぱり
あ、吹奏楽だって。吹奏楽部すごい。トランペット、こんばんは。なんか楽器はもうなんかゼロポジでリコーダーやった時にもう大変だなって思った私リコーダーなんか得意だったんですけど、小学生の時にいざやってみたらめっちゃ下手くそで全然できなくて、そう家族に下手くそって毎日言われてたけど毎日下手くそって言われてた。リコーダー頑張って吹いてたのに。トロンボーンだって。トロンボーンってさ、こういうやつじゃない、こういうやつ、すごい吹くの難しそう。飛騨牛食べたいな。そう、ご褒美で飛騨牛いただいて、そう自分たちで決めたんですけど、そう決めた時になんか美味しいお肉とかがいいよねって話してて、そうステーキ肉みたいな何しようって言って、めっちゃ美味しかった。幸せでした、美味しすぎて。ゼロポジ見てますよ。身長伸びてますよね。164くらい。そんなないです。今 162.5 センチ。でも伸びてるといいな。ちょっとぐらい。そう、家にガチの測定器とか欲しいなと思って、もう測りたいときにいつでも測れるように。調べたけど、めっちゃ高かった。一瞬で諦めました。高すぎて。あ、これは買えんわと思って。全然買えるレベルじゃなかったですね。気軽に。こんばんは、やっほー。成長ツアール、たまに来ます。まだ意外と来てるんですよ。意外と来てるの。でもピークの時よりかはなんかまだ大丈夫ですね。なんか痛いんだけど、なんかうん、まあでも毎日来てた時に比べればマシです今は。まあ痛いのには変わりないんですけど。でもね、どれぐらい痛いのってよく聞かれるんですけど、なんかでもね、説明できないんだよね、あの痛みを。どう言葉で言おうと思っても難しいんですけど、とりあえず痛くて寝れなくてよく泣いてました中学2年生の時とか一気に伸びたんですよ。多分中2か中3かそれぐらいの時にすごい一気に身長がグンって伸びて、そう本当に痛すぎて寝れないし、だから湿布貼ってました、寝れなくて。そう夜夜中に起きて痛くてそうだから湿布貼って寝たりとか。泣いた、うん、泣いたし、なんかもうムカついてくる、痛すぎて何なのみたいなぐらいになる。イライラするこんばんは。そう、なんか膝の中で骨がなんか音がしてる、音がするんですよ膝の中から。わかる、めっちゃそれが音が
それがめちゃめちゃ痛くて、でもよく本当に痛いからなんかあれだったんです。ママによく足伸ばしてもらってた。成長痛きたら、そう、めっちゃ痛いのよ本当に成長痛。何歳ですか？あ、試験の方、17歳です。最近17歳になりました。まだ1ヶ月、もうちょっとで1ヶ月経ちますね。17歳になってからセブンティーンです。こんばんは。伸ばしてもらうと痛み和らぐ感じ。和らぎはしないけど、なんか伸びてる感じがする。多分思い込みだけどね。なんかでも自分的にお風呂とか入るとちょっと和らぐかな。お風呂入ったりとか、なんかシャワー当てたりとかすると。ゆずぽママは背高いの？私より低いです。でもそんな変わんない、もうこれぐらい。妹ももうめちゃめちゃ伸びてるので、もう多分抜かされちゃう。お父さんは175センチです。175だよ。175センチ。もう8時過ぎましたよね多分。8時4分だ。もうそろそろ終わるか。このあと少しだけインスタライブしようと思います。ぜひ見てください。ちょっとしたらすみませんね。インスタライブ移動しましょう。じゃあインスタライブで会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。また明日。9日か、9日だ。ありがとうございました。バイバイ。またね。また明日。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。